ソビエトのナショナルチームが日本に初めてやってまいりました。全日本は第8回のアジア大会の壮行試合を兼ねまして、日ソ対抗サッカー3戦行われます。その第1戦、東京の国立競技場は昨日の夜からかなり激しく雨が降ったんですが、朝方から晴れておりました。今少し薄雲が上空に広がってきましたが、ご覧の通りの記念撮影をする、もちろん赤のユニフォームを着ておりますのがソビエトチームです。ユースサッカーの最優秀選手ですが、ソビエトはゴールキーパーがデグテリオフ、フルバックは2番プリゴダ、3番ジュピコフ、4番キャプテンマホビコフ、5番がリベロのブブノフであります。ハーフは6番ベレジノイ、7番ヒジャツルリン、そして8番ベッソロフという2人のユース出身。そして、フォワードは9番ダラセリア、10番がキピアニで、11番がガザエフです。日本の選手はゴールキーパーが田口であります。そしてフルバックは園部、キャプテンの落合、ストッパー今井、そしてスイーパーの古田、ハーフには藤島、藤口、金田、そして、フォワードにはこのところ新鋭学生の長谷川、原と、そして薄井、この3人が入っていて、お気づきでしょうが古川の永井が入っておりません。古川の永井、前田がですね、はい、実は昨日も入れ替えで、一体昨日今日とですね、日本は、まあ、東京はいい天気がついてますんで、はいはい、これは国でいうとどうだって言いますとね、モスクワの9月だそうですよ。あ、そうかもしれませんね、はい、したがって選手も、まあ、たっぷりと汗をかいて昨日も練習に励んでおりました。日本がゴール前、薄井のヘディング折り返して、橋川突っ込んでボールシュート入った、見事であります。藤口先制のシュート、鮮やかなボレーシュート、これはお見事。日本早くも先制、4分20秒。藤口君ですね、はい、いいボレー決めましたね。この後がうまかったですね、はい、ここでね、よく粘ったですよ。粘って、はい、そこで藤島君が戻しますね。これは縦サイズ別角度のカメラでご覧いただいております。これを藤口、いい右足のボレーでしたね。右足のアウトサイドですね、はい、これはコーナーいっぱいに決まって、日本早くもアジア大会へ向けて幸先のいい1点を取りました。ベッソノフ、ソビエトのこのイレブンの中ではエースのベッソノフ。ただ一つだけ残念なことは、ブロヒンという、1976年の欧州の最優秀選手の選手が挙げております。ガラセリアのシュート、鮮やかな胸でのトラップからのシュート、ということを考えますとね、大事だと思いますね。強烈なキピアニから受けました7番のヒジャツルインの左足のシュート、まあ、ブロヒンの後継者と言われております、将来のソビエトサッカーを背負っていくという8番の、これがベッソノフ。さあ、ベッソノフからボールは左サイドへ、キピアニへ、見事な足技、キピアニシュート狙います。コーナーいっぱいを狙いました。今年アルゼンチンで行われましたワールドカップなどを見ましても、狙うべき時はですね、必ずシュートするということは非常に目についてそうですね。ああ、逆に言いますとね、シュートしなきゃ点取れないんですからね、はい、さて、ソビエトチャンス、これは入りました。鮮やかに決めました9番のダラセリア、1対1の同点、前半18分であります。ちょっとね、この9番と11番のスピードについていけないですね、日本のバックは。ああ、はい、非常に単純ですよ、あれに行くと。もう一回見ましょう。叩いた後ね、今叩いた選手が9番ですよ、はい、これがヒジャツリンから折り返して、はい、あ、真ん中突破していきましたね、はい、あ、そうですね、はい、なんか一瞬瞬巡してるような格好でね、はい、思い切りが悪いですね、動きが。ボールはもう一回藤口、シュートのチャンス、振り返って藤井、惜しかったですね、はい、非常に右サイドへ変わって金田、ボールは原へ、激しい当たり、軽くいなして、ソビエトは4番キャプテンマホビコ、もう一回マホビコへ、中央へダセリア、そしてキピアに上がっていった、ダセリアシュート、バザエフのシュート、ダメ、薄い、さあ、ボールは左サイド、金田正面に原、足が上がっていった、薄いも上がりました、3人上がりました、なお抜いた、金田のシュート、会話するのはイギリスですからね、はい、
ジェフコからのボール、こぼれ球が怖いですね、はい、これが怖い。ピアニシュート狙うか、シュート強烈、左サイド。ちょっと顔だけじゃなかなか外国の選手は全然わかりませんでね、はい、あ、一人多いですね向こうの方が。さあボールはガラセリア、強烈です。ゴール前どうでしょう。もう一回藤口へ、今度はどうか。ちょっとこれは長すぎました。まあそれにしても岡野さん、はい、やや低迷気味の日本サッカー界、今日は、日曜日1万人ぐらいのお客さんだと思いますが、はい、1対1この強豪に対して久しぶりに湧いてますね。そうですね、ゲーム内容としてはね、はい、なかなかいいゲームやってますよ。向こう側でもう一回金田、金田をマークするジッコ、金田シュートを狙った、おっと惜しい、クロスバーの上ずれないですね、はい、藤島から正面で藤口、そして藤口のシュート、左サイドへ、野心ですね、はい、日本へ来ましたね、はい、うまかったですね、あのキーパーも。あの野心に続いて最優秀選手になったのが今日欠場のブロヒンが2人目からのシュート、いいですね。あったですね、結局入りました、ガザエフ2点目、ほとんどノーマークになってしまいました。まあさっきからちょっと申し上げているようにね、単純な速攻が怖いですねこのチームはね。そしてヒジャツルディン、ガラセリア、これは入りましたがオフサイドではないんですね、オフサイドじゃないですね、あのね、私ちょっと今実は今から言うとおかしいですがね、はい、言おうと思ってたんですよ、壁に意識が集中しすぎてね、他の選手の動きを全然見てなかったですね。考えられないような、これも本当に単純といえばということになりましょうかね。だと思いますね、結局日本のボールだってもね、取り返された時にもスッと速攻に入る、そうなんです、ね、早いんですよここはね。さあベストノフがボールを取りました、ソビエト左から右へ攻める後半直接狙いますですね、はあはあ、長谷川後ろへ回って古田へ、スイーパーの古田、これは落ち合い、さあ右サイドへボールが出ました、正面には長谷川、原がいる、その原へ、おっとカット、カットされます、薄いへダメ、今度は長谷川、さあ長谷川、相手は2人から3人マークが増えました、ゴールの正面シュート狙いから原、なお原のシュートよ、左サイド、金田君にボールがほとんど出ませんね。そうなんですね、はい、金田君の特徴というのはね、やっぱり前を向いてる時なんですよね、その金田こういう時は強いですよ、はい、出ます、うまいですね、足が悪いですね。さあボールはソビエト、変わったばかりのこれがコスタワ、素晴らしいオーバーヘッドキック、これシュート、一人がいいプレーしたら周りがそれをさらにいいプレーにしてやらないといけませんね、はい、ガラセリア強烈なシュート、回り込んで藤口、折り返せるか、金田へボールが出ました、チャンス到来か、ゴール前薄い、あーっとキーパーデミテリオ、こういう形になりましたね。ガザエフのボール、金田が拾います、もう一回ガザエフ、さあガビロフ上がっていった、ガビロフゴール前正面、危ない、ね、危ない、ほとんどフリーで入りました、4点目、後半に入って交代のガビロフ25歳、これもナショナルチームは初めての出場、非常に細身の選手でありますが余裕を持ったシュートで4点目、こういうスピードのあるチームにね、言ったようにもう間合いというものをね、今の場合は古田君がまあマークしてたんですがね、はい、全く無視してた、まあ、ベストノフ、キピアニエ、ガザエフです、来たでしょ、キピアニ強烈
がシュート。マホビコフです。正面にダラセリア、キピアニ、ガザエフ、簡単に抜かれたですね。ガザエフ、コーナーから金田、ボールは声が入って長谷川のヘディング、さあ抑え込んでボール前、どうだ、揉み合った、シュートできない、これシュート、高速なシュート、しかしゴールポストの左、藤口健斗